はい、皆さんこんにちは、ゴンベイです。気候ちょっとお話しいたしました。どうか違うかとかですね、気候をやった方がいいメリットとかですね、お話しいたしました。気候とはですね、もともとご承知だと思いますけども、中国のですね、文化革命ですが、起きた時にですね、中国の古来のですね、ずっとあるです、続いているですね、脈々と続いている、そういう精神の修養法とかですね、あと、マジックというか、ある意味で言えばこう魔法みたいなですね、技、考え方等々ですね、を迫害があったんですね。そこでもってですね、力のある気候師というか、そういうものをですね、代々受け継いでいる人たちは台湾に逃れたりですね、何しろ名前を変えたりして、気候というものができました。で、その時にですね、いろいろ古来からの名前だとすぐに分かるので、じゃあ気候という名前で一応そういうことをやっていこうというんで、確か文化革命の時ですかね、できたと聞いてます。で、私の師匠はですね、ブッダとかですね、世界の三大宗教かな、学んだというか、独学だと思うんですけど、やりまして、その中でやっぱりキリスト教か仏教かっていうところになったんですが、やはり仏教のですね、慈悲とか愛とかですね、そういったものにですね、ものすごく心を打たれて、結局ブッダが大好きになったんですね。で、ブッダが大好きという時にですね、中国からこの気候の名人が来たらしいんですよ。来日したらしいんです。で、その時にですね、見てたらですね、非常にこの老子とか荘子のですね、老荘思想っていうんですか、リズムとか意識が似てたらしいんですね。で、そこで先生が、その中国の方にですね、これは老子の思想とか意識がベースになってますかと言ったら、そうだって言われたらしいんですよ。そこで先生は、もうできると思ったらしいんですね。というのは、ずっとやっぱり老子を勉強していてですね、やっぱりすごく老子の考え方とかですね、意識に傾倒してたんですね。で、そこで、それがもし、そこからできるもん、派生するもんだったら自分でもできると思って、始めたのが私の師匠の始まりだと聞いてます。で、彼はですね、もともと実業家、その実業家とかですね、敏腕なマネージャーだったんですけども、確かどうしてもそのブッダに会いたいということを思ってですね、奥さんと子供を置いて1年間のその食費とか、うちのさまざまな経費ですね、全部置いてきましてですね、1年間山にこもってですね、ブッダに会いに行こうと思ったんですね。これ伊豆の天城の方だと言ってます。私は天城というとね、大学時代ゴルフ部の時に天城日活っていうひでえコースがあるんですけど、もうアップダウンこんなですよね。それしかも出る熊も出るんでしょ、あれだったらね。で、そこにこもってですね、ブッダに会いに行ったと。そしたらですね、1日目か2日目ぐらいにブッダに会ったらしいんですね。で、これでブッダに会えたと思っていたらですね、周りの環境がやっぱりすごく好きになりまして、で、いろんなですね、もろもろのですね、名人に会ったわけですね。で、名人に会ってですね、気候の意識みたいなものを伝授されたらしいんですね。で、彼はそもそもそこに入ったのはログハウスを作りたかったんですね。で、ログハウス、最後のログハウスが出来上がった、こういうですね、丸太ですか、丸太にこうこの層っていうのは、電気のゴミですかね、入れた時に痛いって言ったらしいんですね、丸太がですね。で、それを聞いてですね、ああそういうことかというのをですね、その丸太の意識になれたんですよ。で、それからですね、気がすごく開けてきたんですね。まだ他にもストーリーはあるんですけど、石屋さんとか、あと鴨の鹿打ちの名人とかね、そういった人たちでもあるんですが、共通してるのがやっぱりそのものになりきれってことらしいんだよね。で、そこでなった時にですね、山を下りようと思ったら、お母さんが大変な病気になってしまったということでですね、お医者さんから言われたらしいんです。で、そこで、なんとかしなきゃいかんというんで、
なんかお母さんにこう気を送ったらしいんです。触ったのかな。それなんかお母さんが元気になって温まってきたらしいんですよ。でそこであれと思ってずっと3ヶ月やってたらですね、確か肝硬変だと思ったんですけど、もう完全に治っちゃったらしいんですね。でそれからですね、まああれ自分は気功ができるんだっていうことでですね、気功の道に入っていったってことなんですね。で私はあの妻のですね、病気の例でですね、なんとしてもこの、ステロイドがいる病気だったんですね。でなんとしてもこのステロイド怖いですから、その前うちはあのオーガニックの商品をずっと日本でも相当初めの頃から扱ってましたんで、非常にそういう薬害とかですね、まあ、医療関係のものに関しては敏感だったんですね。でそこでなんとして代理用がないかということで会った時に、まあ、気候あるということでですね、ちょうどうちがまあ、東京のちょっと葛飾の方にですね一時いた時にですね、その先生と知り合いまして、それからですねもう本当に幼稚園さん明けでずっと通ってですね、まあ中でも僕は一番生徒さんいっぱいいたんですけど、なんだろう、進歩の遅い生徒だったんですけど、僕ほど先生に会って、僕ほどその気候に会って、感謝ですね、してる人はいないと思います。本当に人生、私一番に言われたんですね。私もともとまあそういう海運って、海の方ですよ、運命が開くんです、海の方、あと貿易とかですね、そっちの方の仕事やってたんで、もう気候って全くもう裏側の世界だったんですよね。ところがですね、その時に妻の病気のことがあって、少しでも気候を学びたいと思っていた時にですね、福田さんね、私は教えるのはいいですと、しかし人生の変わりますよって言われたんですね。仕事も変わるでしょって言われたらですね、大丈夫ですよって高く食ったらですね、本当に人生が全くもう役に立っちゃいましたのおかげでこういう今でもニコニコできるようなですね、貢献というものが非常に、なんだろう、まあ自分でも何なんですが、人に喜んでいただくということが大変ですね、ありがたい生きがいにつながっているということにですね、この気候を通じて会いましたので、巡り会いましたので、これからですね、徐々にそういった話についてもお話ししていきたいと思います。はい、なぜ私が、一応気候をやったかということですね、お話をいたしました。はい、どうも失礼でした。ごめんです。